君が降る日は、島本理生の恋愛小説及びその作品を収録した単行本。表題作、君が降る日は、2007年から2008年にかけて、幻冬舎の文芸誌、パピルスで3回に分けて発表された。2009年3月に単行本を上梓。君が降る日と、同じく、パピルスで発表した短編、冬の動物園と野原を小編として収録した。単行本上梓時に復帰された後書きには、恋人の死というテーマは、私にとってハードルが高く、これまで挑戦を避けてきました。だけど書くことでしか見えないものがあるのではないかと不意に考えたとき、君が降る日という物語が始まりましたと綴り、苦手と思っていた死という題材にあえて向き合い、死というテーマを題材にした作品を描くことにより、何か新しいものが見つかるかもしれないという思いがあったからこそあえて執筆に取り組んだと解説している。2010年の文芸のインタビューでは、ちょうど波打ち際の蛍やクローバー執筆と執筆時期が重なっていたことからか、本作に関しては手短に、人が亡くなる話は難しいからこそ書いてみようと思ったから、本当に難しかったですと答えている。2015年の本の話ウェブのインタビューでは、中村渉の100回泣くことの文庫本解説を担当した時に、人が死ぬ話ってすごく書くのが難しいと書いたことを前置きに、中村さんの小説はそのバランスが素晴らしくて何度読んでも泣いてしまう。すごく作家の力量が出るなと感じて、自分も挑戦してみたいと思ったんですと答え、中村渉の作品に影響を受けて身近な人の死をテーマに作品を書いてみようと思ったと答えている。小編、冬の動物園については、文庫本の文庫後書きの節で、一言、失恋の生んでいく痛みと、そこから、スルッと抜け出す、瞬間の清々しさを書きたいな、と思いましたと執筆意図を綴っている。小編、野原については、単行本の後書きで、谷川俊太郎の詩、あなたはそこに、を一部引用したことについては、ラストの余韻をすべて詩の力に頼ってしまうことになりそうで、一部だけ抜粋させていただきましたと、綴っている。そして単行本の後書き、文庫後書き、文芸のインタビュー、いずれの場でもこの、野原という短編が、個人的に好きであると語り、文芸のインタビューでは、自分が思春期の頃に書きたかったようなものを書けたと、答え、島本が大きな熊が来る前にお休み。以降突入していたスランプ期の執筆作品の中では比較的執筆に難航せず作品を書けたと語っている。2012年の文庫本化において表題作に改稿を加えたことについては文庫本の後書きで昨年東日本大震災後に再読したら随分と感じ方が違った。その時の状況に合わせて改稿というのはあまりすべきではないとも考えたのですが、もう少しだけ主人公がより強く生きる方へと向かっていけるようにという願いを込めましたと綴っており、大きな震災という出来事によって島本の人の死に関する部分などの価値観に変化があったことが改稿の意図であることを表している。書室、パピルスボリューム4、ボリューム17、ボリューム19、単行本化及び文庫本化においてそれぞれ改稿が加えられている。特記しない限り文庫本の記述を元にしている。連載は3回であったが、単行本以降は、長き夜の章と朝き春の章の前後半という形態に改稿されている。書室、パピルスボリューム9、パピルスボリューム14 2010年、文芸の島本の特集号に掲載された。作家による作品解説エッセイで本作を担当した角田光代は、島本が書く状況や設定は非常に残酷なのに読み手はその残酷さに気づかない。島本理生が残酷さを書かせたら当代一の作家だという読み手は少ないのではないかと説いている。なぜ島本の描く作品に潜む残酷さに気づかないかのロジックについて角田は島本は食べるシーンをよく書く作家であることを指摘し、この作品でも食べる場面が非常に多いことを指摘、主人公らはそれらの食べ物に反応することによって、この小説が死ではなく生きることを書いていると時、だから私たちはこの小説に含まれた死のイメージから離されると解説している。ABC、君が降る日文庫本初版、P262-263AB、文芸2010年春季号、P64、中村渉、2007年、100回泣くこと、小学館 ISBN 978-409482197P198-202、作家と90分自分らしい作品で、より精度の高いものを目指していきたいと思います。島本理生。本の話ウェブ、2017年3月9日閲覧。ABC、君が降る日文庫本初版、P264-265、文芸2010年春季号、P50-51に全文引用されている。ありがとうございます。